こんにちは。アマゾン S サポーター、堀秀夫です。今日は海外のサポ、サポートはサポートになっていない実例。これをエミネーツ航空のね、ドバイのストップオーバーというのを使おうとしたら、もう典型的な、典型的なっていうかね、思ったよりひどい形の、もうこの案内とサポートだったんでね、それをシェアしたいと思います。まあ要はアマゾンでもね、えー、もう、 アマゾンの中で、サポーターがサポートできないというのはね、よくあることなんで、まあ以前ね、たまたまサポートを受けてこうなったという事例を、なんか、集客のためにね、発表している無料ブログを見たりとか、あるいはね、だいぶ前の自分のその経験でやっちゃうとね、ルールが変わってるとか、その情報発信者の情報を間違えてたということがあるんでね、 やっぱりあの連絡来たり、え何かやろうとするときは、まあせっかくサポートを受けてるんで、あの、私に確認してくださいというのもあってね、その実例です。まあエミネス航空、まあ中東のね、航空会社はこう結構ね、えまあ金持ち、国営だったりね、え金持ちの、えスポンサーがやってますんで、大バーンるルいなサービスを結構つけてることがある。で、エティハドは、ね、えー 本拠地、アブダビでストップオーバーすると、2泊、リッツカールトンとかのホテル、無料で泊まれる。で、それを利用したこともあります。で、今回はね、えー、エミネーツも似たような、えー、サービスやってるんで、じゃあドバイでストップオーバー使おうと思ってね、えー、まあその、やり方。ちょっとね、案内が怖いんで、確認の電話をしました。まあ、なぜ案内が怖いかというと、ドバイでのストップオーバー、ね、これ書いてあるのは、 え、こう、当日、ね、パッケージは、税関入国審査の、え、到着ホールにある、ドバイでのホテルとビザ、デスクでのみ、発売されており、エミネーツオフィスでの事前予約はできませんと。マジかよと。ね、夜中に飛行機着くわけですから、夜中に飛行機着いて、この、この、そのデスクってやってるのかなでもし、このデスク行って気に入ったホテルなかったらどうなんだろうな それがちょっと心配だったんでね、確認しようと思いました。まず第一にあったのはよくある話としてね、これ日本語に翻訳した時に原文を間違えると、もしかしてね、事前に予約して受け取ってくださいっていうのをこう事前に予約できませんなってんじゃないのかなと、そういう翻訳ミス結構ありますんでね、それを疑って英文のページに戻して、英語表記で見ました。そしたらね、同じこと書いてある。ね、事前予約はできないって。 オンディー、オンディー、大文字でこうガンオンディーって書いてありますからね、ここでしか買えんって書いてあります。あ、そうなんだ。まあじゃあとりあえずね、えー、午前0時50分かな、かなんかに着く飛行機なんでね、とりあえず聞いとこうと思って、まあ聞く前にでもね、調べようと思って調べたらパンフレットがあって、パンフレットにはね、お客様はドバイストップオーバーを予約するために、 なんでここで予約できないって書いてあるのに、なんで予約するためにって話が出てくるんですかと思ったんですけど、予約するために、ドバイへのエミュレーツ便の確定とお支払いを済ませていなければなりません。ドバイストップオーバーのご予約はエミュレーツのセールスアウトレット、またはエミュレーツ .com のコールセンター、あるいは旅行会社から可能です。 なんでなんでここで買えないよと、事前予約できないよっていう案内がしてるのに、えー、予約方法があって、買う条件が書いてあるの、うんのまあまあ、ここまでね、ここまで混乱させる表示が、まあ人に聞くとね、こういうのよくあるんですね。反対のこと言ってるとか全然違うことを何人かに聞くと言ってるってなるんですけど、まあ普通にこの、 案内しててね、矛盾するというか、あの、まあ、矛盾すること書いたんでびっくりというかね、ますますわからんじゃんと思って、まあ、それは事前予約できるだろう、普通と。ね、夜中着いてだって、えー、ね、ひ,もうひょ、ひょっとしたら飛行機で酒飲んで、いい気分で夜中降りて、で、そっからホテル決めてパッケージ買うのかと。まあ、それはちょっと普通に考えてありえねえだろうと思ってね、事前予約の方法があるだろうと思って連絡しました。そしたらね、まあ、あ え、一応日本語の、ね、日本の、え、電話番号で日本にかけたらね、日本語はできる多分フィリピン人だと思うんですよね。まあ、出ました。片言の日本語で出ました。で、ストップオーバーのホテル予約はここからやってください。ホテルとやると予約できます。え、で、これ、ブッキングドットコムだけど、これストップオーバーで安くなるのって言ったらね、安くなりませんけど、マイルがつきます。いや俺ね、なんかね、ギャグネタなんかね、え、ドッキリとか思ったんですけど、 まあね、<laughs> しらっとそういうことを言うんでね。そうおかしいだろうと。ね。でストップオーバーで、そのね、45ドルからって書いてある案内があるんだけど、これね、45ドルからって書いてあるんですよね。US45 ドルだから5000円から泊まれる。まあ、ドバイのホテルってね、安い、安くていいホテルもあるんで、この5000円のホテルってのは特に安いのかどうかもわかんないし、このストップオーバーのね、パッケージには、 えっと、朝食と、えー、空港からの送迎がついてるんですけど、まあ、俺朝食食べないし、空港からの送迎はもともとビジネスクラスだからついてるし、いや、いやもしかしたらね、全然得なもんじゃないのかなというのも確認したかったんですけど、まあ、それを確認する段階、以前の問題でね、ここからブッキングドットコムのホテル予約しろ、マイルがつきますというね、まさかの案内をされました。いやいや、そ,そんなことが聞きたんじゃないと、ね。 えっと、ストップ、ストップオーバーなんかあるでしょうと。ね。到着したところでしか買えないって書いたんだけど、えー、パンフレットはね、これは事前の予約の状況とか書いてあるし、もう予約してあるんだけど、それ予約できんじゃないのって言ったら、しばらくお待ちくださいって言ってね。多分、まあ、上司か、アドバイザーか、先輩に聞き入ったんでしょうね。ただ、まず、えー、サイトを英語に切り替えてください。 これ本当によくあるんですけど、日本語で案内してるからつい日本語使っちゃうんですけど、なんかね、今ね、今やもうあの、経済大国で亡くなった日本の日本語っていうのはね、おざなりにされていて、すごい翻訳精度が甘いんでね、えっ、ー、と、少なくともね、大金を払うとか、金儲けをしようっていう情報、ね、海外のサイトとかね、海外のサービスを使ってやる場合に、日本語で情報を取るっていうのはね、本当に危険です。あの、日本語、 翻訳便利だなぁなんて思ってると、本当ドどつぼにはまるってうか、落とし穴に落ちるんでね。あの、やめた方がいいです。ま、あ元にちょっと脱線しちゃいましたけど、あの、日本語だとそもそもね、この問い合わせに対応できる仕組みになってないと。英語に直せ。で、英語に直して、ヘルプって押して、ストップオーバーってやると、このエミネーツドバイストップオーバーと出てくると。そこをクリックしろと。で、クリックすると、こういう風に出てきました。ね。自分のちゃんと出てくるんじゃんと。こっから、 えー、泊まりたたいいいいホテルをえてて、えー、問い合わせてくださいという返事でした全然初めの話と違うじゃんみたいなね。まずそもそもがサイトの案内が矛盾してる。わかんないで。サポーターは、えー、サービスかわかんないからホテルは booking.com のね、定件とこっから予約しろと。マイルつきます。ね、で結局ねここ、ここから質問しろと。 で、実はこれまだ解決してなくて、ここから質問すると、単純にね、そのホテルを乗せればその案内が来るんじゃなくて、単純にこの旅行代理店にやらしてんで、こっちに連絡しろっていうメールが来るだけでした。まあ今そっちとやり取りしてるんですけどね。まあどっちにしろこのドバイのストップオーバーすんごい分かりにくいんで、まあもし今後ね、これ見てる会員さんで、ドバイをストップオーバー使う方がいれば、ね、その行く頃にはもう私が夏に使ってますんでね、こういう仕組みだったと。 というのを、ね、少なくともお答えできますただし、その、こういう仕組みだったっていうルールがね、えー、ずっと、例えば半年先、えー、来年も同じかどうかはわかんない。というか、変わってる可能性が高いと。まあ、そうなってくると、何人も何人もの経験者の話がないと、ね、ちゃんとしたサービスがわからない。まさにこれがアマゾンで起こってることで、えー、誰かがたまたま体験したことってね、えー、半年1年経つと変わってます。 だから最新の情報を常にね、更新してないと Amazon の正しい使い方はわからない。じゃあどういう人間が、えー、正しい情報を知ってるか。まあ、まさに私ですよね。だってサポート専門にしてるわけですから、いろんなケースに遭遇して前こうだったからこれでいいのかなと。まあでも、ね、あの Amazon のやり方考えたらこう変わってるかもしれないからこれはやんない方がいいなとか。いうので試して、地雷を踏まないように、どつボにはまらないような、ね、指示をしてその通りやってもらって、うまくいったものをシェアしていると。 あんまうまくいかないものは修正してるという形でやってます。このね、えー、エミネットのやつで、まあ、アマゾンだけのサポートで伝えるこの、海外のサービスってこんなすごいんだよというのを入れた方がね、実例なんでわかりやすいかなと思ったんですけど、何しろ正しい情報をいつもアップデートしてるんでね、まあ、 あのきちんとサポートウェルマガが読んで、まあ、何か久々にね、例えば悪い評価を削除するとか、えー、Amazon からの質問があったとか、購入者から質問があった時の返事ね、前のまま冷まさず変わってませんかという確認してください。 結構変わってますで。変わったことはね、サポートメールマガで配信してるんですけど、毎回全部読んでますっていう人がね、えー、決して全員そういう状況じゃないっていうのは分かってますんで、あのー、何かね、えー、せっかくサポートを受けて,てね、えー、見逃し、あるいはね、聞かなかったことによって同窓部にハマったら、本当何のためのサポートを受けてるのか分かんなくなっちゃいますんで、あのー、ノウハウは常に変わります。ノウハウも変わりますし、えー、ルールも変わります。で 正しい対応も当然変わると。まあ、それはね、常にアップデートしてるんで、聞いて進めてください。まあ、今回のね、このエミネスコーク、いやいや、痺れましたね。でも、いくらなんでもこんなわかりにくい案内、ないよと。ね、今現在今、今の段階になってもね、なんでこうなってるのかね、よくわかんないですね、えー。もう実際これね、 使ってみてもね、なんでこういうわけのわかんない案内になってんのかがわかんないような気がするんですけど、まあ何しろね、えー、何事も経験というか、まあたまたま今回はこのね、えー、エミネツ航空のビジネスクラスがとても安かったというのがあってね、えー、エミネツ航空を使ってみました。使ってみましたで、ね、これから使えます。でね、えー、安く航空券取れちゃったなあなんて思ったらね、 もう期待してたこのストップオーバーでね、えー、難問発生と。まあ、ただ、ね、こうして、えー、Amazon 室に、えー、例えるいいネタができたんで、まあ良しとしてね、えー、何せ Amazon 室のノウハウもこのようにめちゃくちゃでノウハウ変わりますんで、えー、最新情報を常にアップデートしてる。まあ私に確認しながら Amazon 室進めてください。以上、Amazon 室サポーター、堀秀夫でした。